リーグの石田さん、はい、教えてください。このウエットスーツ見たことないんですけど、何ですか？今年から、リリースしました、ハイパーフリークシリーズという商品が登場しました。より春夏の商品で、運動性を確保しようというようなテーマで、開発されたスーツになっております。その最大の特徴というのが、はい、まず第一にシンプルというところが非常にうちの、強みであるというところです。はい、大きく右の黄色いパネルと左のネイビーのパネルに2つに分かれている構造になっております。実際中身を説明しますと、首についているマジックテープを外していただきます。そうすると、右肩の黄色い部分のパネルにネックがもともと縫い付けられているタイプですね。これを、大きく広げていただきますと、開口部が現れるような仕組みになっています。これすごいですね。チャックもベルクロも何もないんですか？はい、一切ありません。当社の開発コンセプトは脱ネックエントリーシステムということで、よりネックエントリーのような着心地を、万人の方に着ていただこうというテーマで作った商品がこのハイパーフリークになっているというところです。すごいかっこいいですね、このスーツ。で、この内側のインナーネック、ごめんなさい、インナー側の内側から着ていただいて、着る際なんですけど、単純に、体を入れました、腕を通しました、ネックを止めてもらって、このインナーネックをかぶります。かぶった状態で、左側のマジックテープを止めてもらうと完成です。すごい。水は入ってきたりはしないんですか？間ちゃうと思うんですけど。そうですね。間から入ってきた水というのは、はい、背中面のバリアを通しまして、この下のドレインホールから水が抜けるような仕組みになっております。すごい。非常に画期的な商品で、まだまだ当社としては春夏の商品なんですけど、このまあ、デザイン機能を生かして秋冬にもできないかということで、すでに開発の楽しみですね。それは着手しておりますというところです。これすごいですね。企業秘密的なスーツですね、これ。いやいや、見たことないです、はい、ぜひよろしくお願いします。これ2ミリでも全然いけそうですね。はい、カタログ表記のメイン表記が 2×2mm、はい、オール2ミリを推奨しております。そうなんですか、やっぱり。はい、ただ、ちょっと寒いのが嫌だという方とか、寒いところで入られるという方に関しては 3mm、2mm の設定とオール 3mm の設定もご用意しております。でもうちのお店だと湘南とか千葉南の人が多いんですけど、はい、そういった方であれば間違いなくオール 2mm で、満喫していただけるようなスーツになっております。すごい。ということは 3.5 ミリのオニールのセミドライを作った人は、はい、今度は2ミリのジャーフルへ行けばいいんですね。そうですね。ぜひ2ミリのスーツという商品が非常に人気が出てきております。ちょっと新しい情報ですね。はい、なのでより運動性、快適性を体感していただくために、一度2ミリのスーツをぜひ着ていただきたいなと思っております。ちょっと持ってみていいですか？はい。めちゃくちゃ軽いっすね、これ。皆さん、すごい激軽です。これはすごいっす。楽そうです。ぜひ皆さん、このハイパースーツチェックしに来てください。ちなみにお値段はいくらですか？7万8000円になっております。お、こっちより安いんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、チャックがないからですか？そうですね、ファスナーがない分ちょっと2000円すごい最新のものを7万8000円で作れるという、皆さんぜひ今年はこちらをお勧めします。ありがとうございます。よろしくお願いします。画期的ですよ。